今月26日、札幌すすきののビルに入るガールズバーが爆発・炎上し、男女4人が怪我をしました。このうち今も意識不明の41歳の男に放火の疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、事件後現場周辺から男が使ったとみられる車が見つかり、警察が押収していたことが分かりました。事件に使用したガソリンのような液体を運ぶのに使用していたとみられています。事件前、男は搬送されたバーの20代の女性従業員に対し、別れ話をきっかけとした暴力でトラブルになっていました。